レッツエンジ,ョイジャーバ今日の、ねえー、点はですね、えー、手段式暗算、えー。まずですね、手段式暗算、えー。ゴリ先生の教室はですね、全員なんとか目標として、えー、卒業までに暗算段位、えー、以上を取ってですね、やめてほしいなという目標を掲げておりますので、手段式暗算、まずですね、 その段位に行く前に、ここまで、掛、えー、け暗算、割算見取りあんざん、り暗算を、まずは一旦ここまで目標にしましょうと。で、えー、ここまで来たら、その後、段位を受ける準備をしましょうというですね、手前の段階の、まずみんなここを目指そうよというの目標ですね、ちょっと設定しておきたいと思います。掛け暗算、まずは今日はこの掛け暗算ですね。じゃあ、かけ暗算 どこを、どれ、どういう計算ができるようになりたい、えー、してほしいかというとですね、もう2桁かける2桁です。えー、37かける48とか、もう何でもいいんですけどね。えー、2桁かける2桁。ここまでをですね、目標に37かける48をやってほしいと。で、えー、まあ、ゴリ先生、どんな、あのー、 ゴリ先生の場合はですね、先頭から先頭をかけていきますんで、37×40 やって、その次 37×8 の答えを、えー、足していくと。で、まず 37×40、2桁 ×2 桁ですから、4桁目、1000の位から入るよね。で、えぇ、ー、死12ですから、もうこれは4桁で確定。えー、2桁 ×2 桁、それぞれ桁数足す桁数の答え、4桁、もしくは1個引いて掛き算の場合は3桁になるんで、この場合はもう4桁確定ですね。 で、線のイメージですよね。四三十二、七二十八、一四八ゼロを置いていきますよ。一四、頭の中のイメージは一四八ゼロですね。四三十二、七二十八、一四八ゼロですね。よいしょ。 こんな感じですよね。この頭の中のイメージは、4、3、12、7、28と、えー、こんな感じのイメージになってますと。で、昨日話しましたよね。えー、針ここにですね、こんな感じで針があるんですね。えー、それぞれ1玉、えー、5玉の間にですね、しっかり針が。ただ、無色透明なんで、あくまでも感覚ですけどね。で、えー、そこに、えー、8、3、24 8324を足して、まあ、37×8 なんで3桁目、ここに足しますよね。で、二3 4 2 4 1720に変えて、えー、8156と1776ですね。はい。という感じに、えー、変えていくと。この、えー、答え1776、えー、31、三八十四一七 7, 7 6の、えー、答えが出せるようになるまで。 まずはですね、かきあんざの目標はこの2桁かける2桁、えー、をまず一旦目標にしましょうということでよろしくお願いします。はい。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。